はいどうもこんにちは。今日もですねライフアフターシーズン3をやっていきたいと思います。前回ですねライフアフターと広角機動隊のコラボが決定したと報告させていただいたんですけど、早速ですねライフアフター公式ホームページが更新されました。2月18日木曜日から3月4日木曜日までコラボが開催します。2月18日っていうことは今日がですね2月17日ですから、明日からですね明日2月18日から、光学機動隊コラボが始まるっていうことですね。すごい早いスパンで更新情報がありましたね。さあそしてログインでゲーム内立ちコマ飾りが入手可能、イベントにてゲーム内脳核内のゴーストのフィギュアも獲得可能と書いてあります。2箇所ですねゲーム内って書いてあるのがちょっと笑えますよね。立ちコマ飾りやゴーストのフィギュアが実際に手に入ると思われてしまいかねませんから、ログインすればゲーム内で立ちコマの飾りが手に入るっていうことと、ゲーム内でゴーストのフィギュアも獲得することができるっていうことなんですね。おそらくはログインするだけで全てのプレイヤーが立ちコマの飾りが手に入ると思われます。ゴーストのフィギュアっていうのはガシャになると思うんですけど、どうしても欲しいという方はですね、優勝ガシャで手に入るということになるんじゃないでしょうか。01、広角機動隊 SAC2045 について、広角機動隊 SAC2045、原作、四郎正宗、広角機動隊、講談社、KC デラックス館は、フル 3DCG アニメーションです。本編では全身を擬態化した草薙素子が率いる公安九課とポストヒューマンと呼ばれる驚異的な知能と身体能力を持つ存在が現れる。その彼らがいかにして生まれ、その目的を公安九課のメンバーが捜索しますと。広角機動隊について全く知らないので、どんな物語かわからなかったんですけど、とてもわかりやすく教えていただきました。そして次に02ライフアフターについて、テクノロジーが高度発達する2045年と違って、これはより残酷な未来への想像です。ライフアフターはオープンワールドの週末サバイバルスマホゲームです。ここでは人類は常にゾンビと過酷な環境による脅威にさらされています。探索、採集、創造、生き残る生存者たちの物語を見届けましょうと書いてあります。皆さんご存知の通りですね、ライフアフターっていうゲームは人間とゾンビがですね、共存共栄をするおいでよゾンビ村っていうゲームなんですね。正直このゲームのゾンビってそんなに怖くないし脅威ではなくて、ゾンビ牧場で人間とゾンビが仲良く暮らしていくっていうゲームなんですね。はい、そして次に03コラボ情報。今回のコラボでは素子などのメインキャラクターたちのウェアだけではなく、家具や乗り物などのアイテムも登場する予定となっており、週末世界で近未来を体験することができますと。画面左側にいるのが広角機動隊の主人公の草薙素子という主人公なんですけど、まさかですねライフアフターがかなり有名なアニメとのコラボが決定したということで、ライフアフター運営大丈夫かなって心配しちゃうんですよね。有名なアニメとコラボをするとライフアフターをやったことがない方も衣装やスキンを手に入れたくなりますので、広角機動隊とのコラボはかなり思い切った内容だったんじゃないでしょうか。はい、そして最後に04ゲームの特徴と、これがですねライフアフターと広角機動隊とのスクリーンショットですね、5枚ほどあるんですけど、さあ白色のバイク、広角機動隊に出てくると思われる真っ白いバイクに乗れるみたいですね。ガシャで手に入れることになると思うんですけど、こちらは広角機動隊のキャラクター2名と立ちコマが映ってますね。立ちコマを手に入れることができるみたいですね。広角機動隊のキャラクターが戦ってるんですけど、その隣に青色のロボット立ちコマも映ってますね。立ちコマを操作したり乗ったりすることができるんじゃないかなと思います。そして最後に団結、手を取り合い生き残れと書いてあります。はい、これがですね今回のライフアフター公式ホームページの
広角機動隊コラボイベントの全容となります。広角機動隊のキャラクターやバイクも永久所持することができるんじゃないかなと思います。立ちコマに関してはイベント期間中だけ操作することができるのか、それとも永久所持することができるかはまだわからないんですけども、コラボイベント中に立ちコマに乗って操作して戦ってみたいなと思います。はいはい、最後にですね、こちらはライフアフター公式ツイッターの内容なんですけども、公式ツイッターの方でも広角機動隊のコラボイベントを告知しておりますね。フォローとタグをつけてリツイートしていただいた方から抽選で10名様に Amazon ギフト5000円分をプレゼントしますと、プレゼント企画もやってるみたいなので、興味がある方はぜひね、こちらの方も参加してみてはいかがでしょうか。ではですね、2月18日明日からライフアフターと広角機動隊とのコラボイベントが始まります。立ちコマに乗ってゾンビたちと戦えると思いますので、私はですね、楽しみに待ってみたいと思います。はい、ここからはですね、普段いただいているコメントに直接返答をさせていただきたいと思います。お茶会レートル買えばはちみつさんいけると思うんですがね、まあ自分のペースで頑張ってくださいというコメントをいただきました。100万金塊を貯めた時にいただいたコメントなんですけども、荘園レベルが19になった状態で製法書のないレートル散弾銃は専門研究をしているレッドドット散弾銃よりも強いということを教えていただきました。未だにですね、赤杉のお茶会は一度も行っていませんので、荘園レベルが19になったらレートル散弾銃を購入して赤杉のお茶会に挑戦してみたいと思います。できれば近畿線香の製法書も手に入れて専門研究したいなと思います。製法書5連ガチャが半額サービスやってますので、この間にですね、何としても近畿線香の製法書を手に入れて少しでもね、専門研究した状態で赤杉のお茶会に行ってみたいなって思います。はい、次のコメントですね。質問です。火炎放射器買おうか悩んでるんですけど、買った方がいいですかね。荘園13で6万8000ほどで普通なんですが、というコメントをいただきました。火炎放射器は絶対に買ってください。もう有無も言わさず絶対に買ってください。このゲームはですね、火炎放射器は本当に強い武器になってます。ボス戦でもない限り火炎放射器は無類の強さを発揮しますので、ぜひですね、火炎放射器を購入してください。諭吉版と愛蔵版の2種類がありますけど、どちらを買ってもいいです。どちらかというと諭吉版の方がゾンビに対して効果的なので、諭吉版を買うことをおすすめします。放射高校は85回までクリアしたんですけど、そのほとんどは火炎放射器ですね。火炎放射器がなかったら多分諦めてると思います。それぐらいこのゲームはですね、火炎放射器がとっても強い武器になってますので、ぜひ性能のいい火炎放射器を買ってみてください。はい、といったところで本日の動画はお開きにしたいと思います。今後もコメントをどしどしお待ちしております。ご視聴どうもありがとうございました。はい。